カルラ・エチェニケは、ドミニカ共和国のバレーボール選手。サントドミンゴ出身。ポジションはセッター。ドミニカ共和国代表。2002年、ドミニカ共和国代表に初選出される。同年に行われたジュニアの北中米選手権で、ベストセッター賞に輝いた。シニア代表としては、中央アメリカカリブ海競技大会にてデビューした。同年8から9月に、ドイツで開催された。 世界選手権では16歳で出場した。その後は代表から離れていたが2005年のパンアメリカンカップで復帰し銀メダルを獲得した。2007年に主力セッターの代表引退により同年11月のワールドカップから性セッターとして活躍している。2008年の北京五輪世界最終予選では4位となったが大会規定の変更によりオリンピック出場を逃した。 同年のパンアメリカンカップでは大会初優勝に大きく貢献した。2009年の北中米選手権にて初の金メダルを獲得した。同年11月のグラチャンレモチームを牽引し、初出場ながら銅メダルの原動力になった。2010年のパンアメリカンカップで2年ぶりの優勝を果たした。同年8月のワールドグランプリでは中国、イタリアを撃破し8位になった。 日本で行われた世界選手権では17位だった。2011年北中米選手権で銀メダルを獲得し、同年11月のワールドカップに出場した。2012年5月にメキシコで行われたロンドン五輪北中米大陸予選で優勝し、同年8月の本大会に出場し、5位入賞した。2013年モントルーバレーマスターズに出場し、 3位に入った FIVB ワールドグランプリグラちゃんに出場した。ありがとうございます。